京都市交通局900系電車広島電鉄1900系電車広島電鉄1900系電車は1978年に京都市電より広島電鉄に移籍在籍中の路面電車車両である1977年10月の河原町7条線廃止時に1904.1908号が先行して移籍京都市電全廃止後の1978年9月 以降に残りの全車が移籍した。1916号から始まっていた車両番号を1901から1915号に整理している。正面部は行き先表示器の大型、電動化、京都時代についていた前面上部のワンマンカーアンドンの撤去、運転台の倉庫に青色のワンマン表示板が設けられたほか、日差しの取り付け、中央窓のエッジゴム化が行われた。 当時の広島電鉄の車両は正面用部に黄色筆型の警戒塗装が施されたが1900型については行われず1980年代は広告車両としても多く使われていた車体の全面的な補修も行われた側面部はベージュ一式だったドアを車体と同じ乗り分けに変更前後扉からの改造時に埋められていた 中扉脇の広い吹き寄せに車掌用小窓を取り付け、1908号以外は救護扉部の締め切り窓を開閉可能にするなどの改造が施された。現在でも京都市交通局の局章をあえて書く、車両ドア付近に残している。オレンジ色の帯は1908号の登場当初は京都時代よりも明るい色だったが、後に現在の色に変更された。前面。 側面の系統版受け株の広告を取り付ける部分に、一両ずつに、京都にちなんだ愛称版を取り付けた。最初に登場した1908、嵐山と、次の1904、鴨川は、広電が命名したものだが、3例目以降は広電が選んだ京都にちなむ、地名20候補から、利用客に対するアンケート投票を実施。 約9000通を集めた中から上位を占めた佐賀の祇園など13点が採用され、各車両に消出された。屋根上部は終電装置をビューゲルから Z パンタに交換。台車、電動機などの駆動部は京都時代のままで使われた。登場当初は中扉について各車で違いがあり、 1901.1903から1905.1907から1910.1914については木製縦32本。1906号については木製縦3なし。1902.1911から1913.1915号については軽金属製であった。2000年代に前扉、中扉ともアルミ製に交換された。 路面電車としてはかなり早い段階で、冷房改造が行われた。最初に1980年の運転開始当初より1901.1913号は、富士電気直流駆動方式で改造。構造は、バス用クーラーのコンプレッサーを直流 600V モーターで駆動する構造であった。翌年の1981年7月に1902から1904号の3両が、 三菱電機の CU127 分散型で改造。1982年に残りの全車が三菱電機の直流交流変換駆動方式 CU77A 集中型で冷房改造された。その後、三菱 MDA 方式による冷房改造は標準的なものになっている。前述の1901.1913号は、 クーラーユニットが屋根状などに見当たらず、比例防車との識別が外見上困難な特徴があった。しかし構造が特殊であることと冷房能力に問題があり、後日 CU77 型に換装された。ただし他の CU77 型を搭載する車両は冷房補給を床下に置くが、1 9 0 1 1 9 1 3号に関しては冷房補給を 屋根状に置く形に変更された。2000年代には落雷事故を受けて平イバリーが更新された。また砂巻き設備が車掌台の場所に設置された。愛称版については2001年頃から掲出を止め、系統番号のプレートとその愛称版を掲出する台だけが残された時期があったが、2006年3月に愛称版を新調し復活。現在も使用されている。 また床材も木製板張りからリノリウムへの変更も行われている。2020年4月現在、1901号から1908.1913から1915号が仙田車庫に配属され主に3号線、5号線、7号線の運用につき、ラッシュ時では1号線の運用にもつく。1909号から1912号がエバ車庫に配属され主に8号線。 9号線の運用につき、ラッシュ時では6号線の運用にもつく。旧型車のトータが進む中、この形式は日中でも頻繁に運用されている。1909号から1915号については9号線直通の方向幕にも対応している。また、エヴァ車庫所属の車両は検査明けの際は、線田車庫管轄の運用につくことがある。 出口の構造が広く収容力も十分で、乗務員の評判が良いことから、旧型車の淘汰が進む中にあって、現在でも全車が健在で、京都市電時代より、広電時代が、はるかに長い在籍年数となっている。形式別に見た広電への譲渡車両としては、最も多く所有する車両である。また、2021年7月現在、唯一複数編成が、 現役の上渡車両である。書籍により、京都時代の車番について移設が存在する。テレビアニメ、煙草において、主人公たちが移動や宿泊に使う手段として、車体を半分に切断された、ヒロデン1904号が登場している。若干丸みのあるボディだが、細部はオリジナルに忠実に作画されている。 冷房が直流駆動方式時代は18.30トン。ありがとうございます。